いつもご利用いただき誠にありがとうございます。はい、コートなんですけどね、トレンチコートになります。トレンチコートの襟の部分を見ていただきますと、はい、筋状にですね、色あせというか色落ちですね、脱色と言ってもいいでしょうかね、はい、が生じている状態になります。はい、素材見ていただくと、綿とこれはナイロンのコンボなのかな、綿とナイロンですね。はい、まあこういったね、ベージュの品ですね、非常に、ね、色落ちしやすくて、長くね、着用しているとどうしてもこのようにね、シミ汚れの付着に伴って、色落ちが併発してくる状態が多く見られますね。はい、ここまでの状態になりますとね、もうシミ抜きとかクリーニングではね対応できませんのでね、色落ちしている箇所を染色して補うことになるんですけれども、はい、これもクリーニングと、汚れもありましたんでね、シミ抜きは今完了している状態で、今から染色を実施する前の段階ですね。はい、こんな感じでね、抜けている色を補っていくんですけれども、はい、進めていきますね。脱色の度合いがね、端っこの方と真ん中とでは違うので、中央に行くほどやっぱり激しく脱色してますのでね。一発で決まらないかもしれないですけど、通常ね、青みが抜けてくること多いんですけど、これはちょっと赤い色も抜けてますので、ね、脱色箇所が、やや黄緑色っぽく
残ってますというか、残ってるというか脱色してますので、なんか完全に泡、一発でいけると思ったけど、さっさといけるかと思った。止めてくる、
均等に色が抜けとるわけ違うから、うん、なかなか難しい、これ襟の横方向に筋状に抜けとるやつは。半分ぐらいやってみたけど、どんな感じですかね。これが、寝る寝るとすごく綺麗に直してきてるんだけど、カメラ越しの方がうまいかな。寝る寝るとだいぶともう分からへん。まあ仕方ないな。はい、もう、ちょっと時間かかりそうなんで。はい、まあ一回ここで終わりましょう。